きっとあれやね、ウサピョンチャージ完了ナウとかつぶやきよんやね。どこですかこれ、こっちこっち、出口がわからぬ、こっち側か。あ、なるほどなるほど、出れた、あったあった。桜ニュータウン、だんだん坂、お、もろやん、もろだんだん坂やん。だんだん坂に着いただによ。調子堂はこの近くだよね。どこだこれは、謎の場所に。とりあえず調子堂、あ、そこや、すぐそこやん、イエーイ。時計屋、時計屋、ここやね、調子堂。おー、なんか懐かしい。来たか、妖怪ウォッチを見せるのじゃ。ふん、やっぱりお前のウォッチランクはまだまだじゃな。ウォッチランク？ウォッチランクが高ければ高いほどたくさんの妖怪が見えるようになるだによ。そうなんだ。ウォッチランクを上げたくねえか？え？そんなことできるんですか？できるとも。だがその前に一つ頼みたいことがある。頼みたいこと？近頃さすらいそうの大家の様子がおかしくてな。おかしい、谷か？そうだ。ああ、どうおかしいかは行けばわかる。彼を助けることができたら、ウォッチランクを上げてやろう。やるだに。あゆな、行ってみるだに。どうおかしいかは行けばわかる。どういうことだ。さすらいそうも久々やね。あっちか。なんか、パッと見てわかるぐらいおかしいってやだな。これどこから行く？あ、あっちからか。なるほど。なんか線路がさ、バーって通っとるけんさ、ここの、あっこのさ、なんていうんやっけ、遮断機？あれもちゃんと下がったりとかするんかな？カン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 みたいな。何しよん。よーし、小次郎、今日はいっぱい遊ぼうな。おー、よしよしよし、そうかそうか。やっぱりお前は私にて、気さくでいいやつだな。それは自分を褒めているんだな。犬を褒めているようで自分を褒めているな。どこだ？ここか。アパート。あったあったあった。さすらいそう。大家さんは？こっち？ここか。ん？上かな？もしかして。あ、上っぽい。上っぽい。なんかあっこの一箇所だけ色が違う。ほらほらほら。上がれねえ。よいしょ。ほら、ここ。どうした？あ、寝てたわ。この人が大家さんだよね。死んでる？なわけないだに。ほら、縁起でもないこと言うなだに。どっからどう見ても寝てるだけだに。やっぱ探偵といえば殺人事件じゃん？何言っとるだに？そんな理由で人を殺すなだに。まったく、とんでもないやつだに。でも、こんだけ騒いで起きないって、ちょっとおかしいだにね。睡眠薬か。これは妖怪の仕業に違いない。まったくだに。なんか変なスイッチ入っただに。そして犯人はこの近くにいる。かもしれない。なんだその曖昧な。あれだね。きっと、この部屋に。あれ？いない。あれ？あ、この辺。おー、いたいたいた。おー、バクじゃないか。妖怪を見つけた。久々だね。なんですか、あなたたちは。吐くか。あなたが犯人ですね。あいつは、妖怪吐く。人にいい夢を見せる妖怪だに。いいやつやないか。人にいい夢を見せるなんて、絶対に許せな。え？あんま害なさそうなんですけど。っていうか、むしろいい妖怪なのでは？私はただ、いい夢を見せて気持ちよーく眠っていただいてるだけです。これはこれは、失礼しました。帰りよ、ウサピョン。何言っとるだに？いや、何言ってるだに？なんとかしてこいって言われてたによ。ああ、そうだった。ま、そういうわけだからさ、吐く。大家さんに取り付くのやめようよ。ね？
疲れを癒して差し上げたいのです。邪魔をしないでください。まったくだに。何を言ってもダメみたいだにね。こうなったらバトルしかないだに。マジか。おーし、ハクが現れた。バトルスタート。眠らされたりするかな。おーし、必殺技行くぞ。繋げろ。待って、繋がらない。それ、え、繋がったと思ったんだけど。よし、そしててってって、どうよ、いい感じやろ。チャージ完了。いけ、メラメライオン。いかない。聖剣バーニング。いいね、かっこいいね。ミスかーい。ミスかーい。よし、次こそ必殺技ほい。メラ、メラメライオンの声いいよね。おーし、チャージ完了。いっけー、ウサピョン。つぶやきがつぶやきよる。毒プトウサビーム。きっとあれやね、ウサピョンチャージ完了ナウとかつぶやきよんやね。おっしゃー、勝利。あっという間だったね。オッケー。ハク落ち込まないで。お、起き上がった。大家さん無事かい。わ、私は5日も寝ていたですか。そんなに。私が寝てる間にいろんな人や妖怪がここにさすらってきたかもじゃん。超ショック。何、ほら見るだに、超落ち込んでるみたいだによ。そんな、お役に立っているとばかり迷惑をかけていたらなんて。どんまいだに、そんな日もたまにはあるだによ。このままでは気が収まりません。せめて誰かのお役に立ちたい。じゃあこうしよう。うちの探偵が、ん？うちの探偵社で働いてよ、ハク。私にもいい夢見せてほしいし。まだ事務所もないのに、そんな無責任な約束していいだに。探偵社、面白そうですね。ぜひお仲間に入れてください。これからよろしくね、ハク。はい、きっとお役に立ってみせます。おー、仲間になった。メダルになったね。ハクと友達になった。ハクにニックネームはつけません。ハクの情報を妖怪大辞典に登録した。イエイ、ハクの妖怪メダルを手に入れた。お、解放されたよ。妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。ハクはプリチーなのか。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。可愛くはないけどなぁ。ん？大家さんが何か言いたげ。はい。ユウたちが私を起こしてくれたんでしょ？お礼にこれあげるよ。なになに？ヌー第5号を手に入れた。ヌー。お、ヌーのバックナンバー。ありがとう、大家さん。よろしく。喜んでもらえてよかったぜ。ここにはいろんな妖怪がやってくるから、よかったらまた来てちょうだい。イエーイ、いつでも来ます。お、ケータに切り替えたらストーリーがリンクする？ヌーを手に入れたしね。アパートの大家になってくれると、さすらい妖怪がやってくるよ。さすらい妖怪とは、すれ違い通信でこの街に旅してきた妖怪のことだぜ。さすらい妖怪がやってくると、アパートの部屋に住み着くんだよね。ドアの前に入居中のサインが出てたら、さすらい妖怪が来てる合図じゃん。入居している妖怪に話しかけると、一度だけバトルができるんだよ。もらえる経験値はいつものバトルと違うから注意だぜ。多めってことかな。あと、普通のさすらい妖怪を友達にすることもできないね。でも、ここでしか友達にならない幻のさすらい妖怪がいるらしいじゃん。バトルに勝ったら、スタンプカードにスタンプを押してあげるよ。スタンプカードのスタンプが溜まったら、特別なガシャコインをあげちゃうね。戦った相手や戦い方がすごかったら、多めにスタンプをしちゃうかもね。気分か。たくさんさすらい妖怪と出会って、スタンプ溜めまくってちょうだい。あと、最近 USA にいるブラザーのアパートと繋がっちゃったんだよね。お、兄弟がいるのか、大家さん。つまり、USA からでもさすらい妖怪に会えるってことだぜ。最高じゃん。なるほど。ということで、ケイタの方に切り替えていこうか。
うどそこにキュッピーおるし。いいね、いいね。さあ、キュッピー。キュピピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュ。はい、ケータの方に、切り替えます。よーし。お父さんの会社に行ってみよう。ってことで、早速。早速、今のお兄さん超怪しくなかった。怪しすぎよね。ちょっと邪魔だよ。このいきなり世界観が違う感じ、いいわ。それはそれで楽しいわ。よし。危ないよ。ちゃんと止まったけどさ。お父さんの会社って一体どこ？一回見たよね。確か。そう、一回なんかね、うろちょろしよるときにお父さんの会社の近くまで行ったはずなんよ。そして、あ、あれ会社なんやなーって思ったけど。てか、お父さん何の仕事してるんだ？いまいちよくわかってないんだけど。ん？ここ？あ、違う、ここから先に行けばいいんか。あ、そっか、ここはピザ屋さんのとこ。ピザの依頼の時に見かけたんかな、会社。んで、こっちは普通に渡れるのか。なんかその、自分の父親の仕事もよくわかってないしさ、私。自分のっていうか、ケイタのね。父親の仕事もよくわかってないし。でもアメリカ、USA に来るような仕事ってなんだ？お、あったやん、会社。なんか思ったより小さいんだけど。ね、思ったより小さいんだけど。待って、こっちからか。これ。あ、いや、そんなに狭くもない。桜CO.jp。違う？ JP じゃないね。USA やし。桜商事 SPB オフィス。ね、お父さんは？あ、君がミスターアマロの息子さんね。わかるわよ。だってそっくりじゃない。社内は好きに見学していってね。そんなに似とるかな？そんな感じせんけど。好きに見学してと言われても。ふぅ、ようやく運び終わったぜ。グッジョブ俺。なんか酔いしれとるね。じゃあとりあえず、あ、なんかすごいかっこいいな。かっこいいよ。あれをやって、あの後はこれ、その後はこれをして、今この後の作業について考えているの。何事も準備が大切だからね。かっこいいね。これお父さんか。ケータ、よく来たな。待ってたらな。なんかめっちゃなんか、軽装やねん。お父さんの会社、日本にいた頃に何度か行ったことがあるけど、なんか全然違うね。かっこいい。そうだろう。これが USA スタイルってやつさ。ケータにはどうしても一度ここを見てもらいたかったんだ。こんな自由に出入りできるもんなんや、子供とか。これからお父さんがバリバリ働くこの場所。お？あら？その子、ミスターアマロのお子さん？イエス！ This is my 息子です。マイ息子って。あれ？おかしいな。昨日はもっとペラペラ話したんだけど。はい、僕の名前はケータ。よろしくお願いします。あら、英語ペラペラなのね。とっても素敵よ。やっぱりすごいな。いつの間にそんなペラペラになったんだ？ペラペライオンがいるからね。そうかな。たまたまだよ、たまたま。ねえ、ウィスパー、これってもしかして。ええ、おそらくペラペライオンがお父様に取り付くのをやめて、お友達になったケイタ君に取り付いたからでしょうね。お父さんごめんなさい。それ仕事に支障はないのかい？お、いいね、いいね、庭先でキャッチボール。ウィスパーとジバニャはなぜ眺めているの？ケイタ、お、お友達、遊びに来たよ。いいね、いいね。すごいな、ケイタ。もうこっちで友達ができたのか。ね、まだ学校も行ってないのに。まあね。ケイタすごい順応しとるよね。それはよかったな。じゃあ友達と遊んでおいで。君たち、ケイタと仲良くしてやってくれよ。はーい。
でかいな、リッキー。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。